宇宙科学センターの JAXA っていう、はいはい、宇宙航空研究開発機構、はいはい、あの宇宙の基礎技術、はい、航空の基礎技術から、運用とかまで一括して行う機構 の、あの事業所となります、はい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 、この JAXA 自体はここですね、この3つの機関、宇宙科学研究所とか、はい、宇宙開拓事業とか、はいはい、あ、航空宇宙技術なるほどとかが合体してその水色のところで JAXA という、なるほど、組織になりました。はい、それでですね、ここ地球観測センターは、はい、ここのところですね、1978年10月あ地球観測センター、はい、まあ、開設と、なるほど、はい、この当時ですね、日本人工衛星は持っていたんですけども、地球を何らかの方法で見ている地球観測衛星というのは持っていなくてですね、アメリカが持っている地球観測衛星のデータを日本で受信しますかっていう話が持ち上がって、その時にそのデータを航空とのために使う、はいはい、日本独自の地球観測衛星も作りたいんで、そのノウハウもいろいろ貯めたいという目的で作られました。はい、以来、まあ、近年になるまでここパラボのアンテナが3つあるんですけど、今パラボのアンテナでデータを受信して、その受信したデータをまあ人間の目で見やすいというか使いやすいように加工して、それをお客さんにお渡しするという作業をやっておりました。で、近年から残念なことに、あのデータを加工してそのお客様に提供するっていうところは、あの筑波宇宙センター大きいところあるんですけど、そこが受け持ってます。なるほど、はい、これ人工衛星、はい、あ、質問よろしいですか、はい、あの例えば地球観測衛星っていうのは、はい、あのお天気とか、なんかそういう気象関係の観測も含まれるんでしょうか。あ、そうですね、地球を何らかの形で見てるのも、もう地球観測衛星。あ、そうすると、その、はい、気象庁などもそれをそうですね、利用していらっしゃるというか、はい、地球観測、ひまわりなんかも地球観測、ひまわり、そうですね、一部です、はい、なんか一時あのだいぶ前ですけど、その衛星、日本が打ち上げた衛星が、はい、その要は、もう使えなくなって、はい、代わりの衛星がまだ間に合わなくて、はい、なんかアメリカのなんかゴーズっていう、あ、ありましたね、ひまわりがちょっと内海機が間に合わなくて、はい、でなんか変な形でこう画像がそうですね、はい、斜めっぽいような、ね、基本的にそういうことがあったのを覚えてるんですけど、はい、あのひまわりとかっていうのは、ちょっと特別な軌道を飛んでまして、静止衛星って言われてる、はいはい、静止軌道っていうところなんですけど、それってもう地球から約3万6千キロ、あ、そんなに離れてるところで、はいはい、なんか赤道がありますよね、赤道に対してこの回転方向、地球、はいはい、自転方向に回してるんですね、はいはい、3万6千キロでちょうど24時間で地球一周します。あ、そうするとものすごいスピードで飛ばないといけないっていうことですか。まあそうですね、まあ同じぐらいスピードはちょっと遅くなるんですけど、あ、そうなんです、近ければ近いほど速いスピードが起こっちゃうんで、あ、遠ければゆっくりでもいいんですが、そうするとですね、地上からその衛星見ると常に同じところに見えるんですね、なのであのひまわりとかちゃんと日本上空が撮れるところで撮るんだと思うんです、はいはい、でずっと日本上空の雲とか撮ってるんですけど、はいはいはい、アメリカの静止衛星とかだと日本なんか映らないんで、そうですね、こうなんかこうわざわざ移動させてきて、はい、それでなんか、そうですね、ね、撮ってたみたいな、はい、なのでそこはちょっと大回数がなかったからそんな感じになっちゃったんじゃないかなと思います。でもその後が結構打ち上げラッシュみたいな結構すごかったような気がするんですけど、ね、はい、H2 でしたっけ、はい、ああ、ね、ひまわりに関してはその途切れさせるわけにいかないので、まあそうですよね、バックアップ機みたいな形でやってると思います、ね、はい、あとなんかそのあれですかね、GPS 関係の衛星もなんか最近いっぱい上がってますね。はい、そうですね、ただ GPS はちょっと地球観測衛星じゃないので、あ、そうなんですか、あ、地球見てるわけじゃないので、あ、だから NHK の放送衛星とかああいうのも地球観測衛星とは言わない、あ、人工衛星、はい、なるほど、 GPS とか測位衛星とか言われてるのかな、
あれで日本特有独自に上げて、うん、GPS の中でももっとそれを捕まえてもっと細かい位置を出せるような形に、なるほど、やってるみたいですけど、あ、そうするともう、その地球観測衛星っていうもので一番今最新のものっていうのは どういうものが上がってるんですか？ JAXA ですと、多分今は GOSAT2 だったっけ、色彩だったっけな、気候変動に関することか、大気、二酸化炭素とか、そっちの方だと思います。次また上がるんですけども、それも大気系のやつが上がります。あの、この間なんかあの失敗、イプシロンですね、あれは何の衛星を上げる？イプシロンはですね、民間の衛星ですね。民間ですか？この頃ですね、日本でも民間で人工衛星を上げる会社が増えてまして、 JAXA も後押ししてるんですね、あの民間の宇宙データの利用を増やそうっていうので、で民間の九州の方だったかな、あの QPS って会社がありまして、そこがあのなんだろうな、人工衛星を初の受注だったんですけど、民間で上げるのは基本ちっちゃいので、固形ロケットなんですね、後ろって。あんまり打ち上げ能力、多分重いのは打ち上げはないんですけど、安く上がるんで、それでちょっとやったんですけど、まあビジネスとしてやっぱり、そういう動きが活発になってるということですね。そうですね、ビジネスで、もう海外でもそうですし、だから昔宇宙関係ですと JAXA とかで働かないとダメだったのが、結局その元となっているのは JAXA の方で、今までのその積み重ねがあって、それが元になって、今ビジネス転用にもこうそれがつながってるんで、基礎技術というか、もうそうですよね、もう大学とかともこう やってますし、共同研究とかいろいろ、あれ NHK かなんかで、一回見たような気するんですけど、エンジンの燃焼試験かなんかで、初のなんかエンジンで、5秒間燃焼させようって言って、でも3秒しか持たなかったっていうのが何かあったような気がした。すごいなと思って。そこら辺のとことかも結構 YouTube に JAXA 上げてるんで。ああ、そうなんですか。面白いと思いますね。なんか人気のあるとこと人気のないとか分かれてますけど、再生数少ないやつ、再生数多いやつ。あとあれですよね、なんといっても例 あの小惑星観測のあれですよね。あれは残念ながらまた地球観測で違うんですか、探査機。探査機、はい、探査機だと。じゃあ部門が全然違うんですか。そうですね、部門というか、ここはもう地球観測衛星なので、一応貼ってありますけど、はやぶさ。はやぶさですね、はい、やっぱりなんだろうな、宇宙センター、筑波の宇宙センターの方がそこらへん。ああ、なるほど。詳しい。へえ。はい。で、こちらになりますけど、こちらが、その何らかの形で地球を見てるっていうものの装置。で、後ろのポスターで、黄色いのがこちら。黄色い丸の、赤いのがこちらなんですね。なるほど。だから あれで見ると人工衛星の大きさが、そうですね、あの人工衛星に関してはこんぐらいだなっていうのがちょっと分かっちゃう形。これも地上試験用 の、あのモデルでして、あの動く形になってます。なるほど。だから通常の映ってるやつはもっとこのセンサーの感知部分が多い、あそこにありますけど、右肩の方にもっとこの線みたいなのがいっぱいあって、少なくして地上波で、地上でテストするやつ。やっぱこういうモデルっていうのはいっぱい作られるんでしょうね。そうですね、テストをするために。もう積んじゃったりすると動けないんです。そうですね。これ全部あの削り出しでなんか作られてるような感じに見えますけど、すごいですねこれね。軽く、なるべく軽く、ここら辺とか多分ハニカムコード。あ、そうですね、やっぱ衛星が重いと燃料が冷たくなっちゃうので、へえ、
素晴らしいですよこれ。本当見れてよかった。そうしましたら、なぜ、はい、そう、そこなんですよ。僕もね、まさか、僕もあの県内在住なんで、はい、まさか県内にこういう施設があるとは思わなかったって。ちょっと模型を見ていただくと分かるんですけど、はいはい、ここで空母地に、ね、そうですね、はい、確かに。そのアメリカの人工衛星を受信するときに、はい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 、アメリカの人工衛星が出す電波の周波数が、はいはいはい、当時の電電公社の公衆で使っている無線の周波数と一緒でして、あ、その電波状況を考えると横からというか、そういうものを受けないように、なるほど、なって窪地になって上から受けやすい。 あとここら辺高い山がないので、うん、まあ、受信にちょっと、なるほど、この窪地の形状がパラボラ的な感じも するんですけど、そういうのは関係ないんですか。上から来るだけなんで。なるほど、はい、あ、それでここがこうなったと。すごいですね。でこの窪地も普通に窪地になってたわけではなくて、うん、当時セメント会社がセメントの材料を掘るために掘っていて窪地になった、はいはい、その跡地を、ま、マイニングだったんですね。はい、すごい偶然にこういういい場所があったってですね。そうですね、探して、まあ、あと関東地方ってやっぱり北と南の真ん中ぐらい、まあ、まあそうですね、ちょうど受信しやすい、上から下まで受信しやすいのと、あとやっぱお客様が東京に多かった研究者の方なんですけど、で、あの成果物の媒体とか送るのに交通の便も少し遠かったっていうのもあると思います。で来られたとき気づいたかわかんないですけど、テストのアンテナがありまして、はいはい、このアンテナから電波を飛ばして、はい、このアンテナがちゃんと、なるほど、強さで受信してるかどうか、まあ、検査して、あ、だからまあ帰りよろしかったら、はい、ちょっと、見てみます、はい、そして、まあ、あと地球観測センター、地球観測衛星ですね、はいはい、これはこれは違うんですか。これで地球観測衛星、はい、今回はこの大地という説明していただきますけども、はいはいはい、これ、まあ、もう運用終了してしまったんですけども、はい、大体大地は700キロぐらいだと思ってました。なるほど、はいはい、700キロぐらいですと地球一周100本で回ってしまいます、で地球の回り方が、地球が自転しています、はいはい、自転に対して、北極から南極というか、南極から北極というか、縦に回る、縦に回ると、中の地球がこう横に自転しているので、はいはいはい、要は同じところにはとどまれないけど、ずっと違うところに、なるほど、地球全体、はい、くまなく回ることができます。あ、そういうことですか。そういう仕組みで地球を取ってます。あ、はい、ただ、例えばこの大地ですと、46日間で同じ場所戻るんですね。で今日、鳩山上空撮ったら、次、鳩山上空撮るの46日後なんで、真下しか撮れないと、46日間に1回しか撮りたいから撮れないですけども、そこは衛星自体が横に向くとか、あ、なるほど、さっき説明したセンサーが横に向くとかで、ちょっと違う、ずれた場所撮れるようになってます。あ、そういうことなんですね。はい、それなのに、2、3日に一度は撮りたい場所撮れるように、ピントを合わせることができます。はい、僕はあ、これってあの望遠鏡とかでは見ることできるんですかね。肉眼だとちょっと難しい。これは肉眼でよく見てるんですけど、そうですね、あの結構あのいついつ飛んでくるよっていうアプリがあって、はい、ありますね、僕ねしょっちゅう見てるんですよ。これも望遠鏡だったら見れないから、ちょっと700キロですかね、まあ、かなり、はい、かなりの望遠鏡じゃないと見えないかもしれない、はい、光らないですかね。そうですね、ちょうど夕方あたりじゃないと。そうですね、周りが暗くて、ね、そうなんですよね、光を受けてっていう形で、あの ISS もね、はい、やっぱり途中で消えちゃいますよね。あの日の光が当たらなくなる場所があったみたい。もう本当にね、ものすごいスピードで飛んでるなっていうのは分かるんですけど、はい、それでですね、この地球観測衛星なんですけども、はい、実は100分中鳩山上空を通るのが10分から15分しかないんですね。あ、そういうことですか。残りの時間はここでは受信できない、はいはい、もう少し受信する方法はないかと考えまして、はいはい、
先ほど言ったひまわりみたいな、ええ、静止軌道にデータをキャッチボールする、はい、なるほど、人工衛星を上げる、そういうことですか、はい、地球の丸さを避けて送るようにできます。お、はい、それがこれですね、中継するんですね。あ、そうですね、はい、ここ縦に回ってるのがこれで、はいはい、それで中継するやつが静止軌道、はいはい、でこれに渡すと、もう地上局の鳩山ずっとこの衛星から見えてるんで、こう送れるようになると。なるほど。で普段はこの鳩山上空というか、はい、この10分から15分の間でしか送信できないんですけど、こいつを使うことによって月に4倍に40分すごいですね、受信することができます。これちょっと地球観測センターのアンテナ、これ2つあるんで、2種類、それ後でご案内しますね。はい、そうしましたら、このアンテナの動きをちょっと模型で、はい、説明します、はいはい、はい、これがそうですか。そうですね、模型ですね。まあこれもうなくなっちゃってるんですけども、このアンテナ自体、まず受信してないとき、動いてないときはお皿上に向いてます。うん、横風とか受けた時とかでも安定している形なんです。はい、それでですね、人工衛星が登ってくる、まあ8分前ですかね、はいはい、それ軌道を計算していて、うん、8分前に人工衛星が登ってくる方向にこれお皿倒します。ここ一番速いスピードで倒れるんですけど、はいはい、ちょっと今日アンテナ調整中して、これ見れないんですけど、はい、そうしましたらこれ人工衛星を待っていて、人工衛星がこう地上上から上がってきますと、はいはいはい、受信開始するんですけど、電波が強いところに対してこれ自動的に追っかけるんですよね、はい、なるほど、ゆっくり自動追尾っていうことですね。はい、そうですね、はい、10分から15分かけて、あの逆に倒れるぐらい追っかけてきます、はいはいはい、なるほど、はい、それで全部受信が終わると、さっきみたいに、まあ、最大のスピードでガーッとお皿上にやって待機状態になって受信を開始します。すごいですね、これ、はい、そういうような動きをします。これはかっこいいな、あの